アブー・ザカリーヤー一世は、イフリーキアを支配した、ハフス朝の建国者。12世紀のイスラム宗教運動家、イブン・トゥ・マルトの門弟であるハフス・イブン・ウマルの孫に、あたる。祖父のハフス・イブン・ウマル、アブー・ザカリーヤー一世の父であるアブドゥル・ワーヒドは、ムアヒド朝の下で、イフリーキアの総督を務めていた。アブドゥル・ワーヒドは、ムアヒド朝の副王に相当する権限を持ち、1207年から1221年までの間イフリーキアを統治していた。若年時、アブー・ザカリーヤーはセビリアの大使を務め、1223年にイフリーキアのチュニスに移住する。1228年に総督に就任し、イフリーキアの支配権を掌握したザカリーヤーが総督に就任した直後、1229年にムアヒド朝の君主イドリース・マームーンが、イブン・トゥ・マルトが、ムアヒド運動で掲げたタウヒード思想を公式に否定する事件が起き、ムアヒド朝内部の人間の多くが、マームーンの宣言に否定的である中、ザカリーヤーは、トゥ・マルトの教義と、ムアヒド運動の精神を守るという大義名分を掲げて、金曜礼拝の太ばからマームーンの名前を削り、同1229年に独自にアミールの称号を名乗った。1236年より太ばに自分の名前を入れ、ムアヒド朝からの独立の意思を表明した。独立の経緯より、ザカリーヤーは、ムアヒド朝の政治的権威は否定したが、ムアヒドの教義自体は認めており、モロッコやアンダルスの各地にもハフス・アサの正当性を認めるものが現れる。12世紀より、イフリーキアでは、ムラービト朝の後継勢力であるガーニア族が、ムアヒド朝に抵抗を続けていたが、1233年に、アブー・ザカリーヤーは、ガーニア族の指導者ヤフヤーを捕らえ、1234年までに、ガーニア族の反乱を鎮圧する。ザカリーヤーは、コンスタンティーヌ、ビジャーやアルジェなどのイフリーキアの主要都市を占領し、東方のトリポリタニアの全沿岸部を支配下に置いてハフス・アサの基礎を築く。1242年にザイアーン朝の首都トレムセンを占領し、ザイアーン朝の王ヤグムラーサン・イブン・ザイアーンに真珠を誓わせてトレムセンを返還した。ハフス・アサと同じくムアヒド朝から独立したマリーン朝とナスル朝も彼の総主権を認め、かつてのザカリーヤーの認知だったセビリアは1242年から1246年の間ハフス・アサから派遣された総督を受け入れていた。政治的安定の訪れたイフリーキアには、プロバンス、カタルーニャ、イタリア半島の都市国家から商人が訪れる。シチリアを統治する神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世と友好的な関係を築き、1239年に神聖ローマ帝国への功能と引き換えに、海上交易とシチリア産の小麦を輸入する権利を得る協定を結んだ。チュニスの大モスクハフス・アサが首都としたチュニスは、ムアヒド朝の時代は城塞だったが、アブー・ザカリーヤーは、チュニスの開発を進め、小規模な政治都市に発展させた。ザカリーヤーによる建築物としては、1240年頃にザイドゥナ大モスクの近くに建設した、シャンマイーヤマドラサが知られている。ムラービト朝のスルターン・ユースフ・イブン・ターシュフィーンの王女ガーニアの子孫。ABCDEFGHIJ フルデク、マグレブにおける政治的統一の崩壊。127ページ、サイディ、アルムワヒド指導下のマグレブの統合、ユネスコアフリカの歴史4条巻、68ページ。森本、イブンハルドゥーン、74ページ AB サイディ、アルムワヒド指導下のマグレブの統合、ユネスコアフリカの歴史4条巻、75ページ、AB ローマックス、レコンキスタ中世スペインの国土回復運動、192ページ、記載地。西アラブ世界の展開、西アジア史アイアラブ、236。252ページ、ハルドゥーン、歴史序説2巻、210から211ページ、ローマックス、レコンキスタ中世スペインの国土回復運動、205ページ、A.B. イドリース、ムアヒド朝滅亡後のマグレブ社会、ユネスコアフリカの歴史4条巻、171から172ページ。ありがとうございます。